春、桜が満開の頃、都内のスタジオでアフレコが行われました。まずはレギュラー声優陣によるアフレコからスタート。作戦、あとはあいつをぶっ飛ばすだけよ。これぞ究極のエンターテインメント。お前は俺がぶっ飛ばす。どうだ今の気分は。希望が絶望に変わった瞬間のな。はい、 OK です、止めます。はい、美味しいね。これまた大鳥。美味しいね。ゾロ役の中井さんにみんなから一斉にツッコミが。緊張感を感じさせないチームワークはさすがです。ちょっと今まで私たちが何だったんだろう、何だったんだろうね。違いますよ。さらに劇場版ならでは、豪華なゲスト声優陣がオリジナルキャラクターを演じ花を添えています。あら、ごめん。女優満島ひかりさんが演じるのは、テゾーロのあるものを狙うナミのかつての泥棒仲間カリーナ。腕は落ちてないみたいね、泥棒猫。テゾーロの一味で、表の顔はビップを案内するコンシェルジュ。その正体はラキラキの実の能力者で、ルフィたちを罠にはめるバカラ。と申します。こちらを演じるのが、モデルとして女優として大活躍の七尾さん。今回が声優初挑戦。テゾーロの幹部という重要な役で、セリフも多く、監督と納得いくまで打ち合わせを重ねます。あろうけれども、あの絶対裏ありそうだなっていう感じで、あるけど。わーお、アメイジング。もしや麦わらの一味ご一個様では。はい、なんなりとこのバカラにお申し付けください。そんな七尾さんに監督も納得の表情。はい、ありがとうございます。急に綺麗になりました。難しいですね。結構ですよ、ですよ。いや、このキャラ結構難しいと思います。難しい。無駄だよ、金なんて何の価値。北王子金谷さんはレイズマックス。役作りでマイサングラスを用意するほどの気合の入れよう。剣道小林さんはダイス役。さらにサマーズ三村さんや小栗旬さんなど、ジャンルを超えたスターが集結。日没までに戻ってこい。もちろん浜田さんも田中さん役を熱演。テゾーロ様、海賊が暴れています。さすがお姉様。行きましょう。今回、小田栄一郎先生と同じ熊本県出身という縁で出演することになったスターも。赤目袋。この16話の赤目袋、これをなんと一人で演じたのが。いい感じ。300種類以上のレパートリーを持つモノマネスターコロッケさん。7種類の声色で演じ分けました。今のは D が淡谷先生で、 E がピーターさんで、 F が U です。それではもう一度確認。なるほど、聞こえなくもないですね。監督はアニメシリーズの3代目総監督宮本浩明さん。脚本は謎解きはディナーの後でなどの黒岩勉さん。総合プロデューサーは原作者でもある小田栄一郎先生。小田先生を中心に最高のメンバーで制作されたんです。ようこそ。そしていよいよやってきたのは集英社。そして、ルフィがお出迎えをしてくれました。そう、そうなんです。実はワンピースの作者の小田栄一郎先生に今日はインタビューをさせていただけるということで、ちょっとドキドキですね。行きましょう。
でもなんか分かりますよ、プロのアナウンサーさんがえっえっってなっちゃうぐらいのことですよ。これは言葉にならないぐらいのことですよ。いいなあ。小田栄一郎先生への単独インタビューはもちろんテレビ初。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。あ、これまでメディアへの出演を控えてきた小田栄一郎先生、果たして何を語ってくれるんでしょうか。世界累計発行部数3億6000万部、あの麦わらの一味が絶体絶命。とんがり島の秘宝を求め、とんがり島で巻き起こるとんがり島頂上決戦。てか、とんがり島ってなんだ。ワンピースの世界がここに。俺たちにいつでも会える。